拶をいただいていいですか。はい、あどうも皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。看板の、デザインとあと制作リーダーの方を担当させていただきました漫画家の岩佐美希と申します。やだなの漫画なども書いておりました。はい、最近のお化け屋敷の看板というのはデータの出力、写真を使って書いている場合、書いているというかプリントしている場合が多いんですけれども、こちらの看板は、まあ、昔ながらの昭和の、手書き看板というものを目指しまして、横これ9メートル、高さが 1.8 メートルで、真ん中の今ちょっと隠れている部分も、横が180センチ、高さが230センチとかなり大きなものになっております。で結構大変だったんですけれども、いろんな方にお手伝っていただきまして無事に完成することができました。結構あの屋根瀬らしさ、あの商店街の実際あった看板ですとか、はい、あとあの岐阜で路面電車走っておりました電車なども書いております。で真ん中のあの口先女はちょっとあの怖さを出すために、あの能面のちょっと手法を使っておりまして、結構あの白目の色とかが変わった色で塗ってありますので、その辺を注目していただきますと嬉しいです。